ゆい、今日は家でおとなしくしておけばよかったんじゃない？だって今日は面接の最後の練習があるからどうしても来たかったし。何か起きないといいけど。やだやめてよ、何も起きないって。あ、思い出した。え？天神症って言葉がちょっと引っかかってたんだけどさ、七不思議に出てくるんだよね、天神症。七不思議ってうちの学校に伝わる如月学園七不思議のこと？そうそう。天神症って何？放課後のよしえさんって言うんだけど、聞いたことない？知らない。私も知らないよ。どんな話なの？如月学園が建てられる前にこの場所にあった天神小学校での話なんだけどさ。うんうん。その天神小学校で放課後校舎の見回りをしていた女の先生が誤って階段から落ちて死んだんだって。その日は10月のちょうど今日みたいに雨が降る放課後で、時刻はそう夜の7時を過ぎたあたり。こういう日は吉江さんが出るんだって。天神小学校がなくなってしまったことに気づいていない吉江さんは如月学園の廊下を見回って歩いているんだよ。やだ、それ本当？まあ実際見たことがある人がいるから七不思議になってるんじゃない？怖。ゆい、今日はもう帰ったら？そのおばあさんの言ってたことちょっと気になるし。ゆいだけ道が違うから一緒に帰れないじゃない？だね、お年寄りの忠告は聞いておくもんだよ。そうだね。なんかゾワゾワしてきちゃったし、もう帰ろうかな。それじゃあ先に帰るね。バイバイ。バイバーイ。気をつけてね。明日ファイトだよ。うん。私は慌てて荷物をまとめ教室を飛び出した。時刻は夕方5時になるところ。外は薄暗くなってきているけれど、階段の7時までにはまだまだ余裕があった。だから怖がる必要なんてないと、そう自分に言い聞かせて廊下を進む。それでも下駄箱にたどり着くまでの時間がやけに長く感じられた。あー、ダメだ、やっぱり怖い。お、よーし、指導。司くん、今帰りか？うん。なんだよその満面の笑みは。なんでもない。ねえ、途中まで一緒に帰ろうよ。あ、ああいいけど。やった。司くんの顔を見たら一瞬だけだけど怖かったのが吹き飛んだ。こういう時男の子ってすごく頼りになるなって思う。そばにいてくれたら心強いなってって無条件に思わせてくれるから。もちろんそれが気になってる人ならなおさら。雨は朝よりも弱まっていた。その中を私たちは傘を差しながら歩く。司くんとは他愛もない話でそこそこ笑ったりもしたけど、でも私はどこかぎこちなかったかもしれない。得体の知れない恐怖みたいなものがちらついて、いつもみたいに振る舞えている自信はなかった。シシド？ん？なんかお前、顔色悪いぞ。どうかした？ああ。おい。実は、怖いことがあって。怖いこと？私の様子があまりにおかしかったのか、司くんは心なしか表情をこわばらせて私を見つめた。真剣に話を聞いてくれようとしているのが分かって、私はちょっと嬉しくなる。
今抱えている恐怖をできることなら司くんと共有したかった。だから私は今朝会ったこととカンナから聞いた怪談話を司くんに話した。だけど司くんは、七不思議ね。七不思議を信じるなんて夢があっていいな。え？ん？司くんは怖くないの？怖いっていうか妙だとは思うけどな。でもその謎のばあちゃんと七不思議なんて単なる偶然だろう。気に…でもあんま深く考えない方がいいんじゃね？そのばあちゃんは確かに気味悪いけどさ、ちょっと変わった人だっただけだろ。そういうんじゃなくて、え？解決方法を教えて欲しかったわけじゃないよ。ん？あのね、私は話を聞いて欲しかっただけなの。話なら聞いたじゃんか。だから、そうじゃなくて。はぁ、わかんねえよ。なんか、怒ってんのか？男の子って、こういう考え方をする。人によるのかもしれないけど、でも、女子とは違って、すぐにこうすればいいじゃんって解決法を提示しちゃうのだ。結果、女子は言いたいことが言えなくて、消化不良になってしまう。私は、司くんと恐怖を共有したかっただけ。司くんが一緒に怖がってくれれば、それでよかったのに。この時の私は、気にするなって言葉が、司くんの気遣いだとわからなかった。朝に見たおばあさんの顔が、目が、しわがれた声が、何度も頭の中でフラッシュバックする。それが怪談話で増幅されて、じわじわと私の気持ちを暗くした。あんなに怖い思いをしたんだからっていう甘えや八つ当たりの気持ちもあったんだと思う。私と司くんはこの時初めて気まずい雰囲気になった。それじゃ、私こっちだから。ああ。シスド。何かあったら連絡しろよ。ただいま。ゆい、おかえり。うん。今朝のおばあさんね。うん。さっき亡くなったって病院から連絡があったわ。嘘。残念なことだけど、あなたは明日の推薦入試のことだけ考えていなさい。うん。それじゃ、あのおばあさんの話はこれで終わり。さあ、ご飯にするから着替えておいで。わかった。それじゃあ、私、部屋にいるから。ええ。お母さんがキッチンへと引っ込んでいくのを見届けて、私はもぞもぞと靴を脱いだ。司くんにあんな態度をとってしまっただけでも嫌な気分だったのに、あのおばあちゃんが亡くなってしまっただなんて。行くな
ちょっと。もうこんな時間。明日は晴れるといいんだけど。そうだ、明日の用意しておかなくっちゃ。残しておくものは学生証でしょ、それからハンカチとティッシュ、受験票も忘れずに入れて、それからペンケース。あれ、嘘、ペンケースがない、学校に忘れてきちゃった。さーっと血の気が引いた。別に筆記用具で困ったわけじゃない、家にはいくらでも代わりがある。だけど、あの中には、司くんから借りた受験必勝鉛筆が入っているのだ。取ってこなくちゃ。お母さん、私ちょっと学校に忘れ物取りに行ってくる。え？もうすぐご飯できるわよ。すぐ戻るから。そう。雨も降っているし、気をつけていくのよ。あの鉛筆は絶対に明日試験会場へ持っていかなければならないものの一つだった。だから私は迷うことなく学校に戻る道を選んだ。降りしきる雨の中、足元に気を配りながら全速力で走る。走っている間、ちらりと頭をよぎるのは起きた時の時間だった。6時45分。七不思議で語られていた時間は夜の7時。